おはようございます。誰が読んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。現在の日付と時刻はですね、2月5日、2月5日の日曜日、朝8時半、9時になったかな ?8 時半から9時の間でございます。えー、現在ですね、今日は朝のジョギングを終えて、 洗濯、コインランドリーでね、今洗濯を回しておりまして、えー、そのコインランドリーの駐車場で今ですね、動画収録に臨んでいる山田バサラでございまして、本当は今日はですね、もう少し遅めにですね、遅い時間にですね、このサラバンジダイアリーの収録を しようと思ってたんですけれども、今日はですね、予定がですね、いっぱい詰まってまして、まあ考えたら、この時間にね、撮らないと大変なことになるなと思いましてですね、急いでですね、急遽ですね、このコインランドリーでですね、ジョギングを終えて、あの、僕今ね、動画収録に臨んでるんですよ。なのでこんな格好で、そしてですね、今日は手ぶれで、 ユンタコおしゃべりしますが、すいません。ご了承くださいませ。昨日ですね、私は、名護に行ってまいりました。名護市。えー、だいたい、この沖縄市から車で1時間半ぐらいかな。1時間半はかからないかな。 まあ、60分、70分ぐらいのね、ところには少しですね、沖縄市から遠い場所にありますですね、沖縄本島北部にあります、名護市に行ってきました。でね、名護で僕、何をしてきたのかというとですね、これですね、島、全部で大きなさい。島全部で大きなさい。当たってるかな 大きな祭りかな。ごめんなさいね。あの、読み方間違えてたらすいません。これね、あのー、吉本工業のですね、ま、ああのー、毎年かな沖縄でですね、企画しているですね、沖縄国際映画祭っていうのがあるんですよ。沖縄国際映画祭。これね、もしかしたら、沖縄本島以外の方はですね、あまりご存知でない、ご,ご存知でないかもしれませんが、これ吉本工業でですね、もうどのぐらい前からかな これが15回っていうことなんで、じゃあもうあの15年以上前からですね、えー、おそらくコロナの時はストップしてたかもしれませんので、15年以上ですね、沖縄本島で吉本工業がですね、こうやって国際映画祭をですね、沖縄で開催してるんですよ。でね、その一環でね、名護市でね、えー、宴というですね、ラフピース宴というですね、イベントがございまして、それね、あの、僕ね、 そういえば、この間、あの、この、YouTube サラバンジだよりでね、登場してくださった、吉本工業の、宮川珠子ちゃんという芸人さんが、いらっしゃいましたよね。この動画にも登場してくれました。その宮川珠子ちゃんがね、ま、ああの、Facebook で呼びかけてましてですね、えー、今度、名護でね、ま、あ宴というですね、えー、イベントがありますと。で、興味がありましたらですね、あのー、 連絡くださいっていうことだったので、まあ、たまこちゃんにですね、まだチケット予約できますかということでね、えー、問い合わせたところですね、大丈夫ですよということでね、まあ、いわゆる僕らで言うと取り置きという形でね、まあ、あの、昨日ね、その名護市民会館というところで、その宴というですね、まあ、この沖縄、 ね、吉本のですね、沖縄国際映画祭の、まあ、この、プレイイベントっていう感じでね、こう、沖縄市民会館でね、やってたんですけれども、これね、入場料はね、無料だったんですけれども、 出演者もね、まあ、あの、あんりさんとか、下地サムさんとかですね、えー、他にもですね、まあ、あの、僕らですね、沖縄市、沖縄市のエーサー団体とかですね、まあ、あの、な、中野町やカラーズというですね、まあ、あの、オーケストラみたいなですね、あのー、人たちもですね、もうほんと他にもたくさん、某術の団体とかですね、もうね、あのー、昨日、まあ、沖縄、えー、沖縄じゃない、あの、名護市民会館でね、 えー、いろんなね、あの、ステージを繰り広げていたんですがね。まあ僕はね、まああの、下地じさむさんがね、その、僕がね、沖縄に帰ってきた頃、すごくね、まあ、ブームのようにですね、下地じさむっていう名前がね、もう本当にあの、賑わっている時期があったんですよ。まあ、下地じさむさんは、あの、都のですね、方言、まあ、都の言葉で、えー、歌を歌うというですね、かなりね、軽有なね、 えー、アーティストでございまして、当時ね、もう沖縄本島の言葉と、また宮古の、まあこの内縄口はですね、全然違うんですよ。なのでね、僕らが聞いてもですね、宮古のね、方言というのはですね、もう理解不能の中でですね、もう下地さんがですね、その宮古のね、 言葉に根ざした歌をですね、たくさん作っていて、沖縄本島でもね、ものすごく、まあ話題になってたんですよね。その時期にね、僕もあの、まあ沖縄に帰ってきたばっかりでね、まあしばらくね、追っかけのようにですね、 下モジさんをですね、えー、ライブ、ライブ会場にね、まあ、足しげくね、えー、ファンの一人として通ってたことがありまして、そして、実は僕のね、ラジオ番組にもね、下モジさん、あの、出演してくださったことがあるんですけれども、まあとにかくね、久しぶりにね、まぁシモジさんも見たいし、まあアンリちゃんもね、えー、まぁ、あ、アンリちゃんっと特別知り合いではないんですけれどもね、あの、アンリさんもですね、まああの、 いろんなところからね、家島の出身だよとか、えー、あとはですね、今度ね、僕、あるテ崎山さんに出演しますけれども、まあ、あるて、崎山さんともご縁があるということを、えー、よく聞いてたのでね、まあ、そういういろんな中でね、情報の中でね、あ、一回行ってみようと、ね、いうことで、えー、見に行ったんですけれどもね、あのー、まあ元、もと、の目当てがね、そういう下地様さんだったり、アンィさんだったりするんですが、もう、本当にね、 吉本工業さんってすごいですよね。あの、無料のね、イベントでね、もう音響とかね、まあ、えー、照明とか、演出とか、まあもちろん集客とかね、もう本当にこの、まああの、ライブ、ライブ、コンサートが終わった後のですね、まあ、いろいろね、まああの、例えば、アンケートを取るときのですね、アンケートをお願いするときの仕組みとか、そういうのもですね、ものすごく、まあやっぱり、 吉本工業ってすごいなぁと思うぐらいちゃんと仕組みを作っていてですね、やっぱり僕も、まあ、大きなね、こう、会場でね、まあ、これからね、やっていきたいというですね、まあ、一つの目標があるので、まあ、その中でね、まあ、勉強だなぁと思ってですね、いろいろ、えー、昨日はですね、名護市民会館に行ったんですけれどもね、本当にね、まあ、この、 まあ、いわゆる吉本興業ってお笑いの世界じゃないですか。そのお笑いも取り入れつつ、お笑いの芸人さんも取り入れつつ、沖縄の歴史とか芸能も取り入れつつ、そして沖縄で活躍するアーティストも取り入れつつ、そして沖縄国際映画祭ももちろん宣伝してですね、巻き込んでいくというですね、このこれがやっぱりね、あの、すごいなというふうに、えー、思いましたですね。まあ、本当に僕もですね、まあ、ね。 世界の、ね、歌うたいとしてですねさあ、ああいうですね、巨大な吉本工業みたいなですね、あのー、大きなですね、まあ、まあ僕からしたら大企業のですね、ステージを見た後、さあ僕はどうしようかなというですね、まああの、来年のね、まあ秋か冬ぐらいにですね、シュガーホールコンサートを目指してますので、で、ね、それに向けてもですね、いろいろまたね、やるべきことがいっぱいあるなというふうに思いながらですね、まあでも、 その、やるべきことがいっぱいあるなっていう課題をですね、もう、踏み込んで、もっともっと頑張るぞっていう気持ちでね、やっていこうというふうに思った次第でございます。はい、ということで、今日はですね、急遽、ね、僕、動画回しましたがですね、沖縄国際映画祭の話題でございました。今日は日曜日でございましてですね、まあ日曜日ね、 あの、今、僕、コインランドリーにいる、いるって、<laughs> コインランドリーにいるって言ったでしょね、もう僕ね、いつもね、あの、頭でね、いろいろ考えてるんですよ。というのも、選択とコ、コインランドリーでの、コインランドリーの選択と、自分のジョギングをですね、うまくね、えー、効率よくね、あの、動かせるためにですね、えー、車で、コインランドリーに、えー、 <laughs> なんか、いろいろ、言葉が空回りしてるね。洗濯をね、するためにですね、まずは、駐車場のあるコインランドリーで、車で向かって、ね、で、洗濯を回してる間に、ジョギングをですね、まあ、40分ぐらいして、それが終えるとですね、今度はですね、乾燥機で回して、で、家に帰って、シャワーを、 浴びて、ね、30分ぐらい浴びたら、もうね、乾燥は止まってるでしょで、乾燥が止まった後にですね、今度はカラオケに、練習に行く、行くためにですね、あの、またですね、着替えて、そして、カラオケ屋さんに向かう手前で、洗濯の <laughs>、乾燥を終えた、ね、洗濯物を取って、カラオケ屋さんに向かうというですね、こういうことをですね、やっております。ね、あの、 売れないミュージシャンというのは大変です。マネージャーもいません。ね。あの、奥さんもですね。売れるまではですね、自分でやるべきことはやらというふうに言われるのでですね、助けてくれません。のでですね、日曜日はこういう感じに慌ただしくやっております。ので、そういうのもね、楽しみながらやってますので、皆さん、これからも引き続き、山田バサラの応援 <laughs> よろしくお願いいたします。もっともっと楽に動けるように、 なりたい。<laughs> ということで、<laughs> 今日はまともりがなかったけれども、それもいいでしょう。今日が日曜日ですからね。今日が皆さんにとって良い日曜日でありますように、本日は手ぶれで失礼いたしました。サラバンジ